おこぼぽっくり下駄は下駄の一種である。ぽっくり、ぼっくり、こっぽり下駄、おこぼ、ぽっくり古等々、古障は地方や時代によって異なる。もともとは日本の町方の子女の履物。舞妓や半玉、花魁や太夫につくカムロの履物でもあり753のお祝い履きにも使われる。最近では結婚式や成人式にも用いられる。 小曲げたと異なり地面を蹴る刃がないため、大股で歩くことができず、すり足で歩くことになる。また、晴れ着の裾を汚さずに歩ける高さがあるが、高下田であるために、足元がおぼつかず不安や危険を感じる。これらは、晴れ着を着た時のしとやかな立ち振る舞いを学ぶ意図が、込められた衣装であると言われる。正式には、表と呼ばれる滑り止めになるものが上面つらについている。 ものだが、現在は高価になるため、上面を漆塗りで仕上げたものもあり、さらに安価なものはウレタンなど、合成樹脂塗料等で仕上げられるものも流通している。この場合や裏が当たる表面が滑らかなので、滑りやすい。また、これを補うため表を皮張りにしたものが、厚生にできたが現代では塩化ビニールや、合成樹脂製の合皮で作られることが多い。吉原などのオイランタと混同しがちだが、 似て、非なるものである。レディー・ガガのヒールのない靴をデザインした、立花のりたかは、京都、祇園の舞妓さんらが履く、ぽっくり下駄から着想を得たと語っている。ABC 新村で、広辞園大御飯岩波書店、1998年、980ページ1 4 6 3ページ。AB や田部秀政、佇たたずまいの美学、日本人の身体技法。 中高総書中央公論新社2004、ISBN41 億235123ピアニッシュも、55から63、産経新聞、ガガシューズを作る若き気鋭、立花のりたかさん日本文化に根ざす奇抜さ。ありがとうございます。